皆さんこんにちは、渡辺美樹です。今回からですね、まあちょっと不定期更新という形を考えているんですけども、エアタイクーン4、こちらをプレイしていきたいと思います。では早速始めていきましょう。このエアタイクーンってどんなゲームっていうところなんですけども、簡単に言うと、航空会社、飛行機の会社ですね、の運営のシミュレーションゲームになっています。で早速なんですが、コンピュータープっていうのが、これコンピューター、要は、ライバル会社の数ですね。まあ、デフォルトが10なので10の名前でいきましょう。で、難易度に関しては普通。で、プレイ期間なんですが、まあ特段ゴールを決めていないんですけども、1960年から2030年でプレイをしていきましょう。まあ、一つね、何かゴールを決めるんであれば、自分も合わせて11社になるかな、の中のトップになるっていうのをね、目標にしていければいいかなと思います。で、都市は全体選択にしましょう。すべての都市を選択します。で、メインハブ。これつまり自分の航空会社の拠点をどこにするかというところなんですが、今回はですね、まあ、東京とかにしてもいいんですが、僕実は海外旅行とか結構趣味でですね、よく海外旅行に行きます。まあこのチャンネルをよく見ていただいている方は、ご存知の方も多いかもしれないんですけども、海外旅行にね、結構行っていて、海外旅行に行く前はね、楽しくて、海外旅行に帰ってくると、とても寂しい思いをすることが多いので、まあちょっとでもね、気を紛らわそうという思いも少なからずあるというところで、僕の大好きな都市、バンコクをハブ都市に設定していきましょう。で、航空会社の名前ですね。ここは、ワンダーエアーとかにしますか。ワンダリングフィッシュという名前で一応ね、プレイさせていただいていることが多いので、ワンダーエアーにしましょう。で、会社のロゴ。まあ、正直何でもいいといえば何でもいいんですが、せっかくなら、なんかかっこいいのがいいですよね。そうだなぁ。どんなのがいいかなぁ。いっぱいあるけど、なんかできれば可愛い女の子とかの方が良かったんですけど、さすがにないですね。これは？これは何なんだ？謎のロゴだな。まあいいか。ちょっとこのチーターみたいなロゴにしましょう。で、航空機のデザインですね。線を出ていきましょう。どんな線にしたらいいかな。まあ、青の。航空機にしていきますか。羽の色は黄色にしましょう。で、エンジンはというと、赤にしようかな。結構目立つ感じになってきた。で、尻尾は、尻尾も赤にしよう。こんな感じでどうですかね。わかりやすいんじゃないかな。これでいきましょう。さあ、では早速プレイの方していきます。エアタイクーン4へようこそ。ゲーム内に登場する空港及び航空機の情報は実際と多少違いがあることをご了承お願い申し上げます。これ多少なんだってことは結構近しい設定になってるかな。あんまり飛行機自体には詳しくないんで、違いがあってもなくてもあんまりわからない部分もあるかもしれないので、詳しい方いればね、随所に教えていただければなと思います。エアタイクーン4は全世界を背景にして航空会社を経営するシミュレーションゲームです。航空機を購入して路線を解説しながら AI プレイヤーたちと経営競合して自分の会社を成長させていくゲームです。まあなんとかね、自分を入れた11社の中のトップに立てるように頑張りましょう。画面の上段には本人の会社ロゴと会社名、先ほど設定しましたね、チーターのロゴにワンダーエアです。
保有現金と会社の価値が表示されています。ダラーのマークはこれは、お金ですね。で V はこれはバリューかな、共に30万になってますね。画面の真ん中にあるマップ上に先に選択した都市が表示され、これはバンコク、先ほど選択しましたね。路線を解説するとマップ上に線が現れる。他ユーザーの路線は細い線で自分の線は太くなりますと書いてありますね。左側の下段にあるボタンはマップのズームアウト、旅客路線、貨物路線の転換ボタン、他ユーザーの路線確認ボタンになっています。マップ上で旅客路線は白色の線、貨物路線は黄色の線で表示されますということですね。さあ、これから路線を解説する過程を見てみましょう。路線は旅客路線と貨物路線に分けられます。それではまず旅客路線を解説してみましょうということですね。まずは航空機を買っていきましょう。今ちらっとリースが出てましたね。購入だけではなくリースの場合は選択ができるようです。ボーイング707-120の最大座席数、速度、運行距離、燃費、満足度が確認できますとなってますね。179席シート確保できるんだ。なるほど。満足度は 95%。 ちょっと今他の航空機が見れないので、他がどうなのかっていうのがね、ちょっとこの後じっくり見ていきましょう。で、この画面で購入する航空機の座席の種類およびオプション、座席の間隔、座席の数を設定することができます。座席の間隔が広いほど総座席の数は減ってしまいますが、航空機に対する搭乗客の満足度を高めることができますということになってますね。で、ここでは追加オプションで、燃費を改善したりすることができる、まあ、ここは主にエンジンの部分になるんですかね。あとは胴体のコーティングもあるようです。では早速路線を解説していきましょう。バンコクにね、メインハブ作りましたからね。路線を解説するにはまず両都市の空港に空きスロットがなければなりません。1スロットは週あたり1便を運行できる権利を意味します。なるほど、1スロットで週あたり1便ね。メインハブ都市であるバンコクにはすでに20スロット、ってことは1週間に20便運行できるんだな。バンコクをタッチしてください。いやー、バンコク行きたい。到着都市とシートを敷いては私がソウルを選択差し上げました。この都市をタッチしてください。ソウルか、バンコクとソウルあんまりつなぎたくないんだよな。最近ね、バンコクの遊び場に韓国の若者がタイプして現れてるんでね、この路線は即開始しましょう。じゃあ旅客路線の解説をしていきましょう。でソウルには、まだスロットが持ってないですね。左側バンコクには20って出てますが、右側ソウルに関してはなしになってますからね。じゃあスロットを作っていきましょうか。スロット1つ作っていきましょう。20スロット作ったので、これで、バンコクとソウルの間で20スロット使うことができるものの、20スロット使い切る必要はないですからね。先ほど選択したこの航空機、ボーイング707-120、就航させましょう。で、スケジュールと運賃ですね。この画面では週あたりの運行便数とクラス別の料金を設定することができます。なんかこの子かわいいな、その前に。めちゃくちゃ。一つの路線に多数の航空機を運行させるほど、もっと多くの便数を運行できますということですね。まあ、その分スロットの確保が必要になるということですかね。さらに機内サービスと機内食がここで、選択することができますということになっています。ここではじゃあ早速選択してみますか。そうだな、
ヘッドセットぐらいはつけてあげてもいいかな。で、他はというと、ウェイクアップサービスはいらないよね。デューティーフリーはなんか儲けになりそうだから、デューティーフリーは入れましょう。まあ、これは免税ですね。飛行機の中で買うと安くなるというか、税金がかからないということですね。で、スリッパと新聞、靴下、アイマスク、まあ、このあたりはビジネスクラスには配ってもいいかなと。その辺の選択ができたらいいかもしれないですね。キッズギフト、これはお子様向けの、まあ、アメニティというか、簡単なおもちゃとかですね。マガジンと、あとは、ティースプラッシュ、あとブランケット。ブランケットぐらい入れてあげてもいいかな。あとはネックピロー、ドリンクサービス。この辺りがあるんですね。まあ、ドリンクサービスぐらいは入れてあげましょうか。で、機内食出すがになっちゃって、ね、機内食は、そうだな、まあ、まずはクラッカーとかね、出てきますよね。で、昼食ですが、そんなに大きな会社ではないものの、どうなんだろう。韓国とバンコクの間ってどのくらいなんだろうな。羽田バンコク間はだいたい行きが6時間、まあ今日帰りが5時間半ぐらいかなっていうところですけどね。ここはね、やっぱりトムヤムクンにしましょう。これで行こう。バンコク便ですからね。バンコクソウル便か。よし、早速東京とバンコクも作っちゃいたいけどな。ではターンを送っていきましょう。で、今ご覧の画面で価値、収益金の変動、あとは会社能力の地変動をいっぺんに確認できるとなってますね。よしよし。現金はさっき飛行機を買った分安くなってるものの、その分価値はちょっと上がってますね。で、収益は797上がっていると。で、他の航空会社、まあ、ワンダーエアが一番左に出てますが、あとはエアーイーストウエスト、エアーアメリカ、アフリカーナにアンダーアリュー、サーエアラインにケニアエアかな、ケニアエアですね。あとはブリティッシュラインにユーロスター、さらにワイルドライナーにノースエアという、この全部で10個の会社かな。自分を合わせると11社になります。じゃあこの中でトップを目指していきましょう。大雪による欠航、ストックホルム、モスクワで大雪による欠航が出ていますよということですね。まあ、この辺もちょっとリスクといえばリスクなんだな。では早速プレイの方行きましょう。まあ、まずはともあれ、やっぱり新しい路線を開設していきましょう。となると東京に便を就航させましょうね。東京は成田か。そういうことね。ではまず航空機を買わないと話にならないので、航空機を1個買いましょう。ボーイング707120、あとはボーイングの 707320F が選べるんだな。座席数は 320F に関してはこれはそもそも貨物式になってますね。やっぱボーイングで買った方がいいと思うんだよな。整備費とか考えるとやっぱり同じ会社から買い続けた方がいいですよね。エアバスとかはないのかな、これを見ると。ここはじゃあやっぱりボーイングから買っていきましょうか。同じ航空機を買うのが無難でしょう。で、座席だよな。東京便とはいえビジネスクラスを増やす意味もあまりないと思うので、デフォルトに設定しましょう。ビジネスクラスが14席で、エコノミーが115席、これでいいですね。まあ、コーティングなどはちょっとこのままにしときましょうか。エンジンとかお金に余裕が出てきたらちょっと検討しましょう。
最初からやっておいた方がいいのかな。まあ高燃費エンジン、パワーエンジン、スーパーエンジンということで、まあ速度を上げたり燃費を上げたり、まあそういった効果が得られそうですね。で2ターン後に納入か、ということは2ターンまずはサクッと振っていきましょう。4月に納品されるはずですね。乗客数も順調に増えてるぞ。新機種の試験飛行がされたよって書いてます。あとはやっぱり大雪による欠航系ですよね。バンコクソウル便が今ありますという路線一覧です。では早速成田にスロットを請求しましょう。まあ1週間に1スロットで1便ということは1日に1往復は欲しいよな。あとは14スロットを入れて1日に2便運行するようにしましょう。これでどうだ。であとはカウンターとかもちょっと要請しましょう。日本に関してはね、きっちりカウンターを増設してたくさんのお客さんに来てもらいましょうね。でオフィスに関してはまあ1個でいいでしょうと。燃料タンクと貨物の保管所、まあ貨物はねまだないですからね、いいでしょう。あとは整備場、まあ整備場はまだバンコクでやりましょう。でラウンジか、まあ、ラウンジぐらいあってもいい気もするけどな。ただどうなんだろう、上級会員とかになるとねラウンジ使えるようになりますけど、航空会社のね、クレジットカードのゴールドカード持ってるとカード会社のラウンジが使えるようになったりしますよね。であとは航空会社、まあ、例えば日本でいうとアナとかジャルとかありますけど、もう上級会員になるとその航空会社のラウンジが使えるようになりますよね。ただ上級会員になるとそのチェックインにねビジネスクラスのチェックインカウンターが使えたりとかっていう特典が得られて、あまり早く行かずに済むっていうのもあって、ラウンジを逆に使わなくなったりもするっていうことを考えると、まあまずはラウンジはいいか。この先ちょっと考えましょう。ではちょっとバンコクの方を見てみます。バンコクの方で今12使ってるってことは、バンコクの方をちょっと増設しましょう。14個使いたいので今12で8しか残ってないですよね。だから、あと8個増設しましょう。で当然カウンターも増設しておきましょう。もうできればバンコクソウル路線はすぐにでも破棄したいぐらいなんだけどな。では旅客路線をオープンしておきます。バンコクはそうね、カウンターもあるしオフィスもあるし、利用可能な航空機はさっき買ったのでいいでしょう。これで買っていきましょうか。あれさっき買った航空機はここでは選べないのか。手持ちの航空機を選びたいんだけど、まだ納入されてないって。ちょっと航空機に一覧見ましょう。おお、未使用と言っているのでまだ出てないんだな。もう一旦送らなきゃダメか。ちょっともう一旦送りましょうじゃん。これで本当に航空機が手元に入ってきたはずだ。もうすでにバンコクと東京の間には誰かが張ってるな。
隠れマジといきましょう。14スロットありますからね、問題ないですね。で、あとはバンコクですね。バンコクも14スロットあるのでいいでしょうというところになります。どうだろう、バンコクからだと中国とかもいいかなって気もするけど、難しいなとかね、いろいろ考えると面白いですよね。今バンコクソウル便しかないので、ここにじゃあ先ほど作れなかった東京バンコク便を作りましょう。今航空機ボーイング707-120を2個持っていて、運航中が1つ、未使用が1つになってますね。なのでこの状態でじゃあ就航させていきましょう。ユナイテッドエアが来てるんだな、会社リストを見ると。空港自体を購入することもできるんだ。でサブビジネスとして、リムジンバスとかホテル、旅行会社とかも買えますよと。こうやって見ると結構面白いですね、スワンナプーン。はい、ということで、ちょっとね、不定期にこちらの方はプレイしていこうかなと思うんですが、こんな感じでたまに海外旅行に思いを馳せながらこのエアタイクーンの方をプレイしていきたいと思いますので、興味のある方お付き合いいただければいいかなと思います。というわけで今回はここまでにしたいと思います。次回、東京バンコク便をいよいよ就航させていきます。